古橋亮吾さん、ゴール前の動きが異質すぎると話題にわらわらわら。古橋選手の動き出しの質見たことない動き。ゴール前でこの動きをしたらディフェンダーの視界からは消えて見えたと思う。しかもバックステップとかでクロスボールは見ておく動きではなくてキッカーにまで背中見せる動きは異質。にゃ、ハードチライのオブザボールの動きも良い意味で大げさに感じるくらい。日本の F アラの中ではほんと異質。ビジェがよくやってたやつだよな。そうそう。神戸の時から思ってた。イニエスタ様からの教育もそうだけど、かなりビジェからの影響は多いと思う。正しくこの動きの一級品がビジェで、ビッセルで目の前で学び、その動きにパスが届く感覚をイニエスタに叩き込まれ、最高のストライカーが爆誕。あのシーンでボールから目線を切るって相当自信がないとできない。これ見てて思ったわ。こういった F アラのフェイクの動きたくさん話題になると日本にも未来があるな。あえてキッカーを見ない。ボール持ってない時の動き、首を振って周囲を一瞬で判断する。そしてゴールへの嗅覚。勉強になります。この動きについて岡田監督も言ってたな。岡ちゃんも面白い動きする。彼は持ってるって言ってて嬉しかった。このターンを目の前で見た中村敬斗も、ちょっとびっくりしたんじゃないか？中村敬斗選手が多分何？って感じでびっくりしてる。日本人初の欧州得点王は伊達じゃないな。